で、まあ、観戦してる時まあ結構、あの、僕はあの、核ゲーマーの人たち、マジリスペクトしてるんですけど、あの、はい。あの、ちょっと失礼な、あの、口も聞いてしまったので、次はちょっと逆に、FPS ゲーマーを集めて、ちょっと核ゲーマーをどっかで。あ、いいね、これ逆にそれをちょっと皆さんに見ていただくっていうのも、ちょっとロビン君が多分企画してくれるかな。ややりたいですね。やジでや うん、ま、あぜひぜひなので、また、こういう機会があったら、バロランと、えストリートファイター限らず、できたらなと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。シカいやあの、マジで FPS ゲーマー格闘ゲームみたいですわ。いやー、ちょっと、ね、いや,いやいや、ちょっと、俺は。カ君の方が顔広いじゃん、うん、っていうか。あまだ、あね、人は集めたり、まあ、声かけたりとかは全然しつつ、 でも結構それこそさ、それこそロビン君と俺とかだとさ、差あるやん。えああ。だからちょっと、ロビン解説。いや、これまたロビン君と同じぐらい強い人をちょっとどこから探してきて。はアリケンさんちょうどいいぐらいの強さだったの。いや、多分ね、アリケンさんのが強いね。あ、アリケンさんグラマス。マスターとかグラマスグラマスだん。え、アリケンさんってグラマスなんすかそう。え、そうなんだ。めっちゃやってる。 ダルシムあ、へえ、そうなんや。こっちもダルシム使わなきゃいけなくて。なんかその、ちょっとチーム戦みたいな、あの、勝ち抜きじゃないですけど、なんか、な、な、された、あそう、なの、対象みたいな、あるじゃん、なんか、副将。ああ、ありますああ。自報、自報だ、先方だ、みたいな。はいはいはい。はいえなんか、やりたいゲームとかあるんですかストリートファイターいや、もうそこはやっぱ、ストリートファイ ターにがいいんじゃないですかやっぱり。うん。シックスももうすぐ出るしね。あ、でもシックス出たら楽しいかもね。うん。うん、ぼちぼち出そう、ね、ってかまあ来年ぐらい出そうっすからね。あと一年後だね。うん。うん、なんかエボで発表あれって言ってたから俺それの発表なっちゃうかと思ってますけど。ああ<ー>、<ー>発売日の発表。発売日、うん。ああ、リエルね。うそう。まあもしくはあの2023年にあのライオットの格ゲも出るって言われてるんで。 ああそこそこね、A.L.W. だね。まうプロジェクトいる。う言われてるねずっとね。あれいよいよでんすか？えってか23って言われてるんすか？23年って聞いた俺は。ええ。まあでもそれまでに確かにスト5でやっても良さそう。なんかねスト6出る前にスト5で一回ぐらい。ああやってそのままスト6行くみたいな。うんうん。別になんか練習とかって全然俺ら教えるからね。そうですね。うん。 あと、あれだ、二時30の人が結構やってくれてたから、一回。あそうだね。家計巻きと多い。クさんとか。いや、やだな思うけど、俺クザさんにボコられるのやだな。一緒四番取りましょう。シルバーあったから。ああ、だめだ。まあ、個人的には、鉄拳の方が若干得意ではある。ああ、やいや。鉄拳結構やってますもんね、FPS の人たち。ルーさんとかが。ああ、そうなんだ。うん。ラッサンとかも。 結構やってるっぽくて。TIE ベンツは結構やってたね。うーそう。TIE 対なんか格ゲ下軍やりましたもんね。TIE ってか。へ<ー>そう TIE 絶対。アドミンさんもその時いたな。しか,しかも結構強かったよね。いや強かった。うかった,かったで、ね、で、ね、俺普通に負けたんだよな、アドミンさんに。ええ<ー>。そうそう。 でもすごいね。立川、その若さでこんだけ人を動かせる力を持ってるの真面目すぎる。いや、動かしてるつもりないっすけどね。なんか、そのみんなやりたいから、奴隷になって動いてるだけですよね。いや、でも、ね、企画力がないとで、やっぱ集まってこないし、<laughs> 立川がみんな好きじゃなかったら集まらんからさ、そうそうこれわ、ね、あ、はもう、支えられてますね。しかも、今回だって、あれでしょ社会人 TV で3万人ぐらい見てたんでしょ, <laughs> ちょっとやばすぎるな、マジで。てか、すごいありがたいことなの。立川、そんなことやってたのすごいよ、お前。 すすごいっすね、本当これ俺が集めた人数ですって言いますわ、俺があ,あもうさ <laughs> はいもうはいぜひぜひえなに今のゴミみたいな配信シャカさんの配信っ流れてたの、ま、ずんそうだよ俺らの、はい、ゴミみたいなね俺らの屈伸としたいうちその人数に見られてますから、ねうん、<laughs> 俺さ下手すぎてさ下いうちにそんもうまくできなかったんだよ、うん、<laughs> また、ね、よく分かってるか